はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあね、ニートをしていたら働けと家を追い出されてしまったので、グッドなジョブをしようと思います。社畜になるゲームかな。働きたくないでござる、働きたくなくないでござる。始める。一人で働、あ、二人で働けるんだ、ね、オプション BGM と SE と振動と言語と、ね、なるほど。働きたくないんだけど、働かないと追い出すって言われちゃったんだ。しょうがないよね。でも働いたことなんて一度もないからね、うまく働けるかどうかわからない。さあ、初出社。自分の車かと思ったら全然自分の車じゃなかった。テープカット、ネクタイごと切っちゃった。生意気そうなこのガキを虐待するゲームかな。もうしょうがないんだからみたいな。ネクタイ切れたままだ。嘘だ、どんどこどん。子供、子供にフォークリフト。はい、水こん中に。ああ危ない、わら。ぐるぐるぐる。社員証、社員証。これ俺？子供？えへん。おお、ビルも大きくなったもんだね。社員証があれば入れるはず。ピッ。おお、掃除してる人。ね、おー、すごい仕事してる人。制服を取りに来てください。一番初めの子供っぽいのもしかして俺？移動スティック、 B ボタン、ジャンプ、 Y ダッシュぐらい、ダッシュはない。 A、いわゆるアクションボタン。よし、水がなくなってもこの人が掃除してくれる。大丈夫。X、 何もなし。 LR、 ZLZR、 ダンボール。掃除しても無駄やで。いきなり迷惑をかけていくスタイル。水浸し、わらわら。お、電気がつながってるね。こいつ最悪だ。話を進めよう。着替える。あ、これでキャラが分かりやすくなった。で、エレベーターに乗って上に参ります。エントランスから1階、2階、3階、4階、5階、6階、7階、8階。高えな、おい。で、どうやら1階から仕事があって、これがいわゆる一面っぽいね。まあ、やってみましょうか。それじゃあ初仕事だ。さあ、どこから仕事をしようか。まあ普通に考えて1の1からな。101。これをね、掴んで、こうほらくっついた、ね、ちゃんと電気つけとけよ。仕事のできねえやつらだな。鍵がかかっている。これボスかな。ボス戦、大会議室ね。ほんとにほらよ、水がこぼれてしまった。まあ、おそらく1の1に当たる101から。ビジネス開発室、プロジェクターが壊れてしまった。行ってみよう、やってみよう。さあ、初仕事。ここはこうなって、ああ、プロジェクターが壊れたっていうか、消滅した。どういうことなの。タイムが始まったぞ。とりあえずプロジェクターをね、ピョンピョンピョン。これを、よし、持っていけばいいんだ。ほら、ほら、君は邪魔です。私の仕事の邪魔なんで。
向かなきゃダメかな。よいしょ。あれ？よし、外れた外れた。これで安心して持っていくことができる。しかしながら出ない。これどうやって入れたんだよ。自動ドアが開かないね。まあね、PV 見てるからね、どんな感じにすればいいのか知ってるんだけど、これ多分電気が通ってないんだね。だからここをこう持ってきて、ここにつなぐことで自動ドアが開くんだけど、不便だな。それぐらいやっとけよ。でこうやってぶつけるたびにね、このお金が出てるんだけど、これおそらく損害だよね。逆ですな。これはちょっとあえて今回はね、まだもう一回ここ同じステージプレイするから外して、ここは空いてる？あ、ここも空いてない。空いてないのか。あ、これかな。まずは可能な限り損害を少なくね、うん、プロジェクターを運びたいと思います。これが私のお仕事。プロジェクターがなくなってしまった。どうしよう。これ飛んでじゃん。これどうやって飛んだよ。俺はこうジャンプで越えれるけど、これ邪魔だよね。これこれ邪魔だな。物理的に不可能じゃねえか。あ、もしかしてこうか。こうか。別の部屋から持ってきたよ、コンセント。延長ケーブルいくらいるんだよ。からの、はい、持ってきましたよ。はい、これでお仕事できまちょね。やったか。グッジョーブ。親指を立てよう。グッジョーブ。2分34秒。これ損害かな ?4275。壊れたものが8個で A。部屋に残るロビーに戻る。で、部屋に残るがもう一回できるのかな。ロビーに戻ってきて。オール A。 S ありそうだけどね。で戻る。一面をクリアしたことで、やったー、仕事できたよ。さあ、じゃあ行ってみますか。行くぞ。はい、いつも通りプロジェクター壊れる。早くプロジェクターを持ってきてくれ。急げ、急ぐんだ。まずこれを外します。そして、これをここにつなげます、ね、そうするとよいしょ。これをこうやってこう。おそらく損害だよね。お、ほら、だいたいいったんじゃん。ほら、行ってる行ってる。くさ、わらわら。で、行った行った、わら。これを、こうやって。ほら、これでお前ら仕事できんだろう。反省、クリア、グッジョブ。早い。ですかな、わら。47秒。あ、これでも A なの？マックス A？ やっぱ損害なんだね、あれ。あれ、これでも S にならない？プロジェクターなんて頼むから、わら。オール A でいいのかな？あれれ。S ないの？ 30 秒ぐらい？結構早かったよね。よし。A とかあんのかな？なんかね、ちょっと気になるのが、下のアイコン、服とか帽子とかあるけど、これどうなんだろう。さあ、じゃあ次はちょっとね、軽く探索を。盗むんかな。あのプロジェクターを持ってこい。やっぱ一面は簡単だからね。これチェストかな。うん、掴む。今回はね、探索を。
仕事しろ。これなんか光ってるけど。わらわら。ああ、なるほど、なるほど。これもほら光ってる、光ってる。本だ本。はい、本あげる。よし、来た来た。これかゲット。服という概念があるということはこいつらは全員裸。着替える着替える着替えれる。なるほど。そういうことね。あ、これも持てるんだ。邪魔だよ。ポイしたいポイしたい。あ、これも帽子じゃない？なるほど。あと服があったよね。なるほど。ここか。よーし。あれ？移動スピード上がってない？気のせいか。うん、気のせいだ。あともう一個ぐらいあったよね。これは明らかに壊しちゃいけないやつだけど。ねえ。死ねえ。いやー、損害賠償やばそう。お、ちゃんと光ってて分かりやすくなってる。着替える。これでちょ、あ、ウエストポーチ。もう大体壊したかな。これもレアっぽいよね。これ光ってる。あ、そういうこと、そういうことね。 OK OK。 知恵理解した。これを壊さねばならん。まあ所詮一面超簡単。準備準備。邪魔だなこいつら。あの人引っかかっちゃってるけど大丈夫さ。で一回刻もう。この辺で。あいつ邪魔だわ。椅子だけでよかったね。人的災害はなかったんだ。で、これを確実に壊さなければいけないから、どうなんだろう。これ持ち運べる？あ、持ち運べない。これをね、狙いたいよね。ところでプロジェクターどこ行った？見失ったんだけど。プロジェクターの冷圧消えた？あ、貫通しちゃった。おかしいだろう。ダメだこれ、使いにくい。邪魔だこんなの。あれ？本当にプロジェクターどこ行った？私にはこれがわからない。追ってみようか、ね、ここを貫通してプロジェクターがこっちに飛んできた。爆発したプロジェクター。おかしいな。あれれ、おかしいぞ。プロジェクターが消滅しちゃった。倒れてる。こいつ強っ。プロジェクター。あ、これか。あー、もう邪魔だから、もう仕事しなくていいから。これ、これだこれだ。よかった、見つかった。よし、角度 OK、 射出します。邪魔だよこいつら。
もう一丁もう一丁。よし。はい、角度 OK。射出。うわあ、まだ耐えるか。くたばれ。よし、やった。ボーナス。ボーナスなの？あ、ドアは開いてるんで普通に通れます。はーい、持ってきたよプロジェクター。グッジョーブ。5分59秒。意外に時間緩いな。 BA でいいのかな。マックスよし。右下のあの半透明だったアイコン全部取ったね。1人プレイで A で、2人プレイも別みたいね。さあどうしよう。とりあえず2面行ってみるか。サーバー室ネットワークエラー発生中。俺そんな知識あるかな。お、あるね。新しい服たち。あれれー、サーバー落ちちゃった。LANケーブルをサーバーにつなげて。あれ、なんか怪しいコナンの犯人みたいなやつが。LANケーブルをつなげる。煙出てる。あ、そういうことか。こんな感じで LANケーブル長えな。 Amazon で30メートルぐらい買ったのかな。一応これも損害なんだ。変な人が笑う。LANケーブルを持っていくのが今回は目的。あ、これは勝手に開くんだ。オッケーオッケー。あー、そういうこと。完全に理解したわ。問題はこの後仕事になるかっていう、ね、あー、そういうことか。なるほどね、なるほど。なっけえ、LANケーブル。あれ、LANケーブルの長さの限界が来た。長さに限界がある。こいつらどうにかしなきゃいけないんだ。限界あるんか、わら。いやー、投げ倒す？うーん、しかないか。ぶっ飛ばすしかないのかな。1回目だからできるだけ綺麗にいけないかなって今思ってるんだけど、無理そうだな。ぶっ飛ばすしかないか。お、なんか光ってる。何これ。邪魔だ。何これ。背中だ。背中装備。裏からトイレに行ける。お、本当だ。やった。いいよ、行っていいよ。ほら、こういうことだ。お、3人全員入った。やってる。さすがにトイレは覗けないらしい。でこっちね。開いた。イエーイ、グッジョブ。これでみんなネットワーク復活したよ。よしよし。まあ普通プレイはこうだと。なるほどね。一遍ロビーに戻ろう。服が1個だけか。じゃあ次ちょっと帽子2個と服もう1個を探しに行こうかな。帽子が2個だったよね。LANケーブルが刺さってないじゃないですか。こいつ何をしたんだ一体。バレねえよ、逃げよっと。じゃあまずは着替える。あと帽子1個。
こいつをどうにかせねば。どうしようか。繋いでみる。お、なんで帽子、あ、起きたからか。なるほどね。開かないと思ったらそういうことか。なんかいろいろ壊れた。あ、電気ここ飛ばすのかと笑。こっちの部屋の電気つけた方が早かったね、これ。邪魔だよ。ほら、開け開け。とりあえずもう一個のアイテムを見つけたい。どこだ？スイッチあるじゃん、これ。これスイッチだよね。あ、スイッチだけど持てる。本当だ。ポイッと。とりあえずあと一つ見つけたい。トイレに入れないのかな。よいしょ。あ、どっかでこの掃除もしなきゃいけないのかな。俺の仕事。壊せ、わら。とりあえずもう一つのアイテム、ね、まだ一個ある。邪魔だこいつら。残り一つがわからない。あ、洗面所の下だ。光ってる。ここだね。これだこれだ。おお、蝶のマントみたいな。トイレットペーパーも持てる。これ積んだんじゃね。閉じ込められた。嘘だ、どんなこと。積んだ。わらわら。わらわら。終わった。わら。わらわら。戻る、仕事を続ける、着替える、部屋の入り口に戻る。あ、よかった、に逃げれた。やめろよマジ、びっくりしたわ。トイレに閉じ込められるね。ニートの時は分からなかったけど、仕事をしていたらそういうこともあるのかっていう。 OK、 じゃあね、ちょっと損害いくか。LANケーブルをつなげるのが今回の目的なので、まずこれかな。これをどうしようかな。どこにつなごう。ここかな。まずこれをここにつなげます。そしたらここがバネになるので、引っ張ってトーン。あの人たちも出られないじゃん、わら。よっと、これでもう直線距離がつながったので、ポイッと。まだ足りない、まだだ、まだ足りない。これをこうやって、はいっと、ね、これでLANケーブルの長さは何も気にしなくていいということだね。よし、グッジョーブ。時間がね、結構甘いんだよね。これでも A だぜ。